のためだよ。目が合うの。はい、どうもこんばんは、マイケです。はい、ということで、サイン会レポ皆さん全部見てくれましたでしょうか。はい、ということで見てくれたということで、見てない人は下の方にね、まとめてありますので、ぜひともそちらの方をご覧ください。ということで、今回はですね、特別企画と言いますか、まあね、前回の動画でも最後の方で言った通り、サイン会中って2時間3時間であるわけですよ。自分とトワイスが喋ってる時間以外にも、こうその場にいるんで、ワンチャンレスがもらえるわけですよ。で、今回私、たまたま座った席のところが、ももちゃんが来たんですよ。たまたま。もうほぼ真正面ぐらい。で、僕2列目だったんですよね。列的に。33番とか34番とかそのあたりだったんで、2列目だったんで、まあ、そこの会場もさ、席が広いじゃん。だから距離的にはある程度あるんだけども、まあ、ほぼ真正面だから、列がね、こう、ちょこちょこってくるような感じの場所だったんですよ。それを踏まえて、レスがもらえるっていうところで、今回、レスが、異常なほど、いただけました。でも、ファンシーの時もさ、あったよね。レスとかもちょこちょこ。うん、まあ、それは動画にしてないんだよ。遠かったっていうのもあるし、わかりづらいかなと思って、あれだったんですけど、今回、がっつり、そういうのが映ってるし、撮れてるから、今回はね、特別企画ということで、イチャイチャ会をしていきたいと思います。やっ！はい、炎上覚悟！それでは早速、行きましょう。まずは、こちら！はい、こちらですね。これ一番最初です。まあ、立ってるよね、トゥワイスが。立ってるってことは一番最初なんですよ。で、ワンやミリオン、ありませんよ、トゥワイスみんな、つって、じゃあよろしくお願いしまーすってなって、座る時ぐらいなんですけど、その時に、モモリンが見つけてくれて、その時に、こうか、ってしたら、モモリンが、みたいな。軽いですが、そこで一回入りました。ワンです。こんな感じでこう、ポン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 進んでいくんで、行きましょう。おねかじはめな、全部のパクシスカテよ。それは、目があって、なぜかベロ出されたっていう。どういうこと？いや、わかんない。モモリン、なんでベロ出すんだろうね。俺のサイン会の時にもベロ出してるじゃん。うん。ピョンって。そしたら、なぜか、モモリンした、ピョンって出してたね。ヨッシーみたいに。なぜか目あったしな、ガンって出されるっていうレスです。なぜかわからない。はい、一歩だー。水飲んでるけど、そんな顔せんで。俺、水飲んでた。水飲んで、こう、うーんって見てた瞬間に、モモリンが、俺が口含んでるから、それ真似して、ってしてきたの。それ見て、笑いそうになっちゃって、ちょっと待って、みたいな。真似せんでっていう意味で。みたいな感じの、やってる瞬間です。なんでも。これは、わかりません。謎の呪文となりそう。謎のよくあるモモリン語ですかね。よくわからん呪文を一生懸命言ってました。一瞬こっち見た瞬間に、あー、俺とのね、会話がね、言ってました。これはレスかどうかわかりません。一瞬こっちを見て、その後、ババって言ったから、これレスかなと思って一応保存しました。これはあれですね。ジョンヨンちゃんの時にも見せた。あれですね。これレスっていうか、ただ僕のおもちゃで遊んでて、言っちゃうっていう映像です。何の報告？わからないけど、ジョンヨンちゃんがドラゴンボールのスカウターつけて、なぜかモモリンビシンって叩いて、モモリンは、え？なんで？みたいな。なんでって言った後に、なぜか私のカメラに向かってみたいな。いや、でも可愛いんで、こちらも保存しました。これモーリンの作った曲だもんね。ラスエンジャーみたいな。この曲を口ずさみながらこっちを見て、なぜか横向いて、またこっち見てニヤッとするっていう。俺アンチ側に回りそうやな。おもちゃー。楽しそう楽しそう。
ですね、なんか実はここの時ね、あんま見てなかったの、全然見てなくて、俺カメラのね調整してたかなんかでカメラ見てて、でその時にタモリンがメガネつけた方がいいですか、撮った方がいいですかみたいな、多分やってんのこれ、うん、つけた方がいいですか、撮った方がいいですかっていうのに対して、なぜかこっちの方向を向いて、つけた方がいい、撮った方がいい、撮った方がいいってやってるけど、俺が見てないもんだから、俺ずっとなんかやってた、携帯してたかなんかしてて、そしたらもう横の方向いてっていう感じだったんだけど、そこ一瞬こっち見てるっていうねって思っとったらいいんじゃない。あげそう、こまおやおまちゃん、ええおしまれあえ何何言ってるか分かんなかった。ボーってモモリ見てて、そしたら目合うじゃん、なんかボー目合った後でんみたいなしてたら、こんななんかしてきて口パクでなんか言ってるわけじゃん。俺最初俺じゃないのかなと思った、急に話しかけてくるから、パッて後ろ見て、え俺、そしたらモモリがん笑ったじゃん。何言ってんだろう、何言ってたか俺分かんなかった。皆さん分かりますか。次に答えがあります。こちらでございます、先ほどの答えですね。え見すぎって変だよ、見すぎって見すぎって言われて、いやモモリン見に行ったんだもん、じゃあトワイス見に行ったよ、トワイス見に行ったけども推し見るじゃんみんな、その推しに見すぎって言われるってどうしたらいいのってなるよね。なると思う、それはね、はあ、てかもうモモリンが見すぎじゃない。目が合うの無理やって、無理やって、結局見すぎってまた言われるっていうね。だってポン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 ポーンスッて見たからね、ちゃうやん、だとしたらいやいやいや、あのアンチうんぬん考えなしにさ、正直言ってモモリンが見すぎじゃない。せやな、でしょ俺は見るじゃん、ファンだもん、見るよ、モモリン推しなんだもん。いやずるいよ、分かってるねこの子。じゃあどうすればいい。いやでもマジでこれ覚えてないかも、なんかめっちゃ見てて、で横がミキポンだったんですよ、うん、で横がミキポンだったからもうミキポンがイチャイチャすんなよみたいな感じで、いやちょっとええみたいな、向こうが見てくるもんみたいな。俺もさ見すぎって言われて、その後俺どうしようって、えだってさサイン会に行きました、はい、はい、でダヒョンちゃん見てます、ダヒョンちゃんに見すぎって言われたらどうする。もうどうしようってなる、なるでしょ、みんなもなるでしょ。だから、え、待って待って待って、俺悪くないよね俺悪く、それに対して、え、待って待って、え、ちょっと待って、ちょっと待って、マジで俺も焦ってるっていう絵でございます。アンドリーじゃら、アンドリーだこよ、おっかこよ、カドムじゃらら、なんと、プロケじゃららカジ、ちょ、ビルタンやでな、お、なんか簡単よ、カジ、ドンケットよ、あ、ちょっと待って、あ、あんたいや、あ、待って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 、あ、待こちらですね、友達がね、また別でいたんですよ。で、友達がモモリンと話してる時の様子なんですよ。で、メンバーこう喋ってるところ僕こう追ってたんですけど、の時のたまたまモモリンのとこで、で、僕は撮ってあげてたんですよ。で、そしたらその友達がマーキリーも一緒来たでっていう風に話してて、そしたらモモリンがこっちガーって見て、見てるめっちゃ見てくるんよみたいなのをその友達に一生伝えるっていう。だから俺もそれ見ててさ、動画撮ってるから、えみたいな、俺どうすればいいのみたいな感じですよ。でその友達がなんかマーキーに伝えとくことあるって言ったら、モモリンが見すぎて伝えといてみたいな、その友達から聞きましたよ、後々。ああ、花屋くるすみを前からとやって忘れてた、リップだー忘れてた、忘れてた、リップだ、なんか面白い顔してたね。これはですね、私こうプレゼントをこう持ってったんですけど、まあ、これ持ってったじゃないですか。だけどこの上についてるティムね、カチューシャ、これをモモリンに渡そうと思ってたんですよ僕。だけど俺完璧に渡すの忘れてて、なんなら俺席に置いてたの。あ、
やべ、これ忘れたわと思ってこう持ってたら、そしたらモンブリンがこう見てきたから、あ、これみたいな、出すの忘れてたって言ったら、え？でもモンブリンは理解してない、そういうやり取り、忘れてたっていうようなやり取りしてました。これは俺が本当にね、ボーっとしてたの、ボーっとしてたっていうか、俺肩が痛くて、肩いったみたいな、こんなしてたら、あ、モーリー見合ったと思って、目と目が合う瞬間好きだと気づいたみたいな、この反応でございますよ。あ、次の動画はですね、港崎ジャパンさんがツイッターでもねちょっと話題になっておりました、そちらの映像でございます。はい、ということで以上がね、レスやりとりみたいな感じの動画でした。可愛くないもん、森可愛いわ、シャープしようということで、今回わざわざね動画にしました。今までしなかったけど、今回はいい映像がいっぱい撮れてるので、みんなとね共有しようということで動画にしました。ということで次回ついに来ますよ、奇跡の動画。いや、あれさ見てるでしょ、見ましたね、かっこいいじゃない。でも多分これからもこれを超えるのはないと、うん、でないよね。で俺は過去一のもうなんかそういう動画ってマジでライブ中のミナちゃんの撮ってくれた動画、あれが過去一かなと思ってた。超えたね。次回はなんていうんですかね、とにかくもう映像見てもらえば分かると思うんですけど、すごいと思うんですよね。なんかとにかくすごいんだよ。過去にもないし、次回誰かご威力ください。